エイリアンアイソレーション、前回の続きをプレイしていきましょう。さて、あの星で何があったのか、というか、あそこで何があったのか、みたいな、とこなんですけど、というか、俺が一番後ろでいいの？センサー持ってんの俺だよ。あれだよね、あの、でっけえ人が、チェストバスターに、おそらく食い破られてんだろうな、みたいな。どこだよね。プロメテウスでも出てきたやつなんだよね、確かね。プロメテウス全然覚えてないんだよな。なんかよくわかんなくてさ。なんかよくわかんないなっていうことしか覚えてないな。プロメテウス。見直そうかな。でもエイリアンシリーズはこれ終わるまでに全部見たい気持ちはあるんだけど。2はどうなんだろう。2から全然覚えてないんだよな。主人公がどうなんだろう。いや、この主人公は一緒なんだっけ。いや、娘とかだったら、ここには何が眠ってると思う。どでかいもんだろう。そうだね。実際どでかいよね。あれでしょ？なんかでっけえ人でしょ？もうそれしか覚えてないけど。見た方がいいのかな？ 2どんな話だっけ？なんかロボットに、ロボットっていうかなんか、作業用のなんかマシンみたいなのにさ、乗って、戦ってたのは覚えてるんだけど、エイリアンクイーンとか出てく、ほらほら、いた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 。すごい。たまげた。浮かずに触るなよ。傷だけはつけたくないからな。いつのものかしら。これはコックピットか。ならこいつは船か。来たぞ、一攫千金。静かにしろ。どうした、やつ起きると思ったのか。悪かったな。時間がない。周辺を調べよう。あれは生物よ。すでに死んでとなれば、この船は俺たちのもんだな。他の奴らが来る前に動こう。でかすぎて、アネッシドラゴンじゃ運べない。レゲレゲ持って帰って、後で戻ってくればいいさ。他に何かないか調べよう。ここ？どこ？痕跡？何かを引きずった後。あと嫌な発見もしちゃった。どうした？後を追ってきたここに。フライトレコーダー、あと同じ船か。ロストロモ号のウィンチか。先客いたんだな。ここに不時着したのかしら。だろうな、チクシュ。ロストロモ号が先にいたなら、なんで、クルーが生きていたら俺たちの稼ぎをパーか。調べぞ、他人見つからないよう信号を探して止める。フォスターとハイストは、下の独走チェックしろ。止めなかったんだな。救難信号をたどる。どこ？なんだこれ、初めて見るぞ。人間じゃないの、確かね。そうか、信号出っ放しだったんだな。その、初代からずっと。信号は？引きずった跡ってどれなんだ。この下に入るわけじゃないよね、さすがにね。無理だもんな、これ。この高さは無理だよ。向こうか。そっち？ああ、こっちだ。一周回ってもさっき反応しなかったんだけどな。SOS みたいなのが出てるんだっけ？あ、やってくれる？もう無言で。頼むよとかもう言わなくなったね。あ、どうせ乗るんだろうみたいな。こっちか。
卵があんのはもうちょっと先だっけ。でもこれ着てたらさ、フェイスハガーも取り付けないんじゃないのかな。いや、来るよな、多分な。てかここ、あれなんだよね。ああ。救難信号を止める。すごい、ゼルダの伝説みてえだ。よくこんなん触ろうと思うな。よくわからんが信号が止まったようだ。マロ、こっち来てすごいわ。いや、行くけど、あのね、これ走れないのよ。まあこんな服着て走る方がやばいんだけど、そう考えるとさ、初代さ、ああ別に空気大丈夫そうじゃんっつって、このなんかメットみたいな外したやつ本当にバカだな。外してたよね、確かね。なんで外すのかな、そういうことね。どれする、あ、あの光か。これ持って帰ろうとしたの。ちゃんと胸のあたりに穴開いてんね。いやーすごいな、こんだけ宇宙に出るようになっても、なんか宇宙人との遭遇ってあんまりない時代なんだよな。あんまりっていうか全然ないんだよ。これを結べ、ウィンウィンウィン、ん、これか。え、本当に降りんの、お前。やめなよ。いや、もうそれは死のあれなのよ、ハンドサインよ。これはダメですね。やばいぞ。やばいぞ。いや、お前よくないよ、これは。こんないっぱいあったんだっけ？なかったよな。一個しかなかったよね。やめなって。本当にやめな。なんで覗こうとするんだよ。バカか。バカしかいねえ。で、連れて帰ったのか。ロックされている。これどこのあれが残ってるんだ。知ってることを全部教えて。あなたの船はどこなの。もし通信で復旧できたら船を呼び戻せるの。知りたきゃ俺をここから出してくれ。釈放することはできないわ。そうなのか。ま、俺はここで待ってるぜ。タワーに異常な反応が多発しているやつが来た。プラン B、 プラン B、 プラン B。よし、こちら、いいものがある。プラン B。 やつが来たってあれだよね、あのエイリアン来たよってことよね。火炎放射器。初代でも使ってたね、これ。ここおお、俺使っていいのこれ。効果があればいいけど、生き物は基本的に火を怖がるもんだ。そう思いたいわ。
いいね。やつを罠にはめてる。シャトルで。ああ、リカルド合流しろ。俺ここは指揮する。お前出たくないだけだろ。やったぜ。いいのもらった。しくじった罠が一つ減った。やつが巨人タワーに爆薬を起爆したんだ。宇宙港ターミナルのドックに被害が出たみたいだが、あいつには傷一つ与えられないって、与えられていないと思う。それと、サンクリストバル病院が騒がしい。今はそこにいると思う。科学医療タワーに行き、シャトルに向かってほしい。病院受付センターがまだ生きていることを祈っている。はい、あ、マルトバツを間違う。ああ、マーロを捕まえましたよってことね。無期限拘束。よし。いやー、火炎放射器いいな。テンション上がるね。一回セーブするとそこでは別んとこでセーブするまではって感じか。どこ行けばいいのこれ。俺。あっち？あ、遠いな。ここはさすがにあれだよな。安全地帯だよね。走らせてもらうよ。向かってるよ。どこ行けばいいのこれ。こっちじゃないのか。リカルが先に動いている。それとサミュエルズをアンドロイド研修室へ送った。あの化け物を始末したら、アプリアクセスして封鎖を解かせる。どうしたの？やつから申し出たんだ。それにやつはアンドロイドだから危険は少ないはず。あ、そうなの？ガモね。俺たちがセバストポリを救うんだ。手遅れになるな。もう手遅れよ。今できるのはあの化け物をぶっ殺すことだけ。フラッカー。黙っちゃった。セーブしとこう。よし。で？こっちか。2番？オッケー。結構遅いよね、これね。また、誰か来ないよね、ここは。メディキット、もう回復作っといてもいいかな。で、接着剤もう一個使っとこう。接着剤なあ、もうスモークとか使うのかな。よし。行こう。火炎放射器効くんだっけ？効かないよね。多分ちょっとびっくりするだけなんだよな。そのびっくりで帰ってもらうんだろうな。よし。火炎放射器って一回使ってみたいな。毎回遅くてちょっと後ろ見ちゃうな。システクタワーに着いたわ。用心しろ。そのエリアでシステム不具合が多く検知されている。サーバールーム。サーバールーム。サーバールームじゃないんだな。サーバールームなんだね。まあでも、伸ばしってあんま使わないっていうのはあるよな。さてさて。あんまり。しゃがまなくていいのかな？いる人がいる。どうする？殺してもらう？
やってもいいけど、やってもいいけど、どうしようかな。よし。あ、ダメなやつだ。ダメなやつか。誰が殺していいやつかわかんないんだもんな。I'm in the Systex Spire. そう考えたら、あれか？手を下さない方がいいのかな？撃たれるまで一回待った方がいいのか？そんなことあるか？やばい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 、終わった。あ、そうじゃん、火炎放射器使えばよかったんじゃん。さすがにダメか。I'm in the Systex Spire。走るのはこの辺までかな。以降は普通に進んでればいいか。火炎放射器使えばよかったな。大丈夫か。化け物が近くまで来てる。聞こえたら行くぞ。ああ、逃げな。アイテム補充されてる？されてない。されてない。どこ行けばいいんだ？サーバールームに向かう。死体が増えてる？これでも人に殺された後だよね。人に殺された後もあんのかな。下でいいの？あ、下いけないわ。上か？上かな？化け物をどうやって閉じ込めるの？そのタワーはガス資源の処理施設だ。ダクトからドアまで全部封鎖できる。ほう。あんたが化け物の周りに檻を作り、リカルドが蓋を閉じるって段取りだ。なるほどね。そんな役回りだ。めちゃくちゃそんな役回りだよな。入り口はその先だ。受付の端末を使ってドアを開けろ。あ、これ？ここ来たな。なんか、あれじゃない？銃あったとこじゃない？確か。セーブしよう。はい。ということで、じゃあ、ここで一旦区切ろうか。次回、この次からやっていきましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。